ヘンリー・ジョン・サーティースはイギリス出身のレーシングドライバー。父は2輪の WGP と4輪の F1 世界選手権の両方で世界チャンピオンになったジョン・サーティース。1991年2月18日、サリー州リングフィールドにて長男として生まれる。この時、父は当時57歳であった。1999年8歳の頃に、 レーシングカートを始める。カートのメンテナンスは父が行っていたという。2007年シーズン総合6位。ルーキーカップは2位で終える。1勝ポールポジション1回、ファステストラップ2回を記録。2008年フォーミュラルの2007年、フォーミュラルの 2.0UK にて、カーリンモータースポーツより、スポット参戦を果たした後に、2008年では、マノーモータースポーツより、 フル参戦。年間総合で12位。2008年のウィンターシリーズでは総合2位となった。2008年、イギリス F3 の最終ラウンド、ドニントンにカーリンモータースポーツより、スポット参戦。出走2レース、ナショナルクラスで1勝を挙げ、2つのレースで表彰台を獲得。ヘンリー・サーティースがドライブする j、j p h 0 1 2 0年、この年から始まった。 FIAF2 選手権に参戦を開始。開幕戦バレンシアのレース1で7位に入賞し、第2戦のチェコ、ブルノで行われたレース2ではポールポジションを獲得した。第4戦ブランズハッチで行われたレース1では3位表彰台を得て、地元サーキットで活躍を見せた。しかし翌日の7月19日に行われたレース2において、 クラッシュしたジャック・クラークのマシンから外れたタイヤが飛び跳ね、コースを走行していたヘンリーのヘルメットを直撃した。ヘンリーのマシンはその直後のコーナーを直進しクラッシュ。事故後すぐに空路で王立ロンドン病院へと搬送されたもののタイヤの直撃が致命傷となっており死亡した。18歳没。この事故は ホームウラカーにおける頭部保護デバイスの導入について議論されるきっかけとなり、後に F1 などにハロと呼ばれる頭部保護デバイスが導入されることとなる。ありがとうございます。